もう山城さんこれ毎週じゃなくて山城さんは火曜日なんですか。今はね当番制になって私火曜日と木曜日、はいはい、火曜日と木曜日、木曜日はまた元風呂の方行ってますけどね火曜日がこっちで、はい、木曜日は元風呂の方に行ってます、うん、まあこれがもし撤去用になるとまた泊まり込みセンターなんけど、うん、毎日ね、うん、おそらく言うように知事選挙の後、はい、一番心配してます向こうの、うん、ここの撤去を、ええ、強制撤去があるだろうと思ってて、あ土地規制法はそういう法律だもんね、はい、あれ土地規制法とかなんとか言ってるか本当はその辺野古撤去法はなんだあれ、うん、基地の攻撃行動排除、うん、沖縄対策法でしょうね、うんうんうん、ずっと続けるの大変ですよ、ね、もう本当にねいつまで続くのかなと思う、うん、ここ病気でもしない限り休めないでももう病気も嫌だけど、うん、あ少しはね息抜きましたよね、うん、延々と続いてるからね、うん、特別な映像を撮られてごめんなさいねコロナが怖いからさこのジタバタするのも控えてるんですよ、うん、やり合うとね、はい、お互いで飛ぶから、ねはい、もうみんな感染したし私も感染したし、うん、彼女も感染したし、うん、ここでリーダーしてるとみんな感染したマイク持つでしょ、はい、どうしてもね、うん、ただ参加して黙って座ってる分にはまたもうここでリードしていろいろとマイク回したり、うん、声上げたすってどうしても機動隊ともやりやすいでしょ、はい、あやめろ、うんうん、ここは縁がないと思ってたけど相次いで感染者が出てる、うんですね、全国も中止してると思います。ここで負けるようなことがあったら全国にある意味沖縄の恥をさらすような絶対負けられない、こんだけ政府が、集中的に沖縄に、沖縄の建設を倒す、そして辺野古反対の建設を倒して基地を作り戦争の準備を進めるんだという政府の声高な戦争政策に断固反対しないことには全国で一緒に平和のために頑張っている戦っている仲間たちに申し訳ない、そんな思いがしております。ぜひ、頑張っていきたいと思います。政府には頭を下げて政府の要求を全部聞いてそして見返りの、飴玉をもらってそれで仲良く暮らした方がいいんじゃないかとこういう話です。しかし私たちはもうこの20年辺野古のために頑張ってきて戦ってきました。そういうふうな連中に巻き分けにいかない。ここはみんな意地も誇りもそして命を懸けて体を張って止めてきた辺野古です。でそういう戦いを、作っていくためにも引き続き戦うためにもそのような候補者を知事にするわけにはいかない、そんな思いでいっぱいです。このテント村もうここで8年頑張って日々強化されていますけど、知事選挙が終わった9月の末から10月にかけてもしかしたらここの撤去、高井であったように2016年に高井であったように全国の機動隊を呼んでこのテントの撤去があるかもしれない、そのことを今恐れています。山城さん、それでもこうもう埋め立てしょうがないんだって思っちゃってる方、もいらっしゃると思うんですけど、それはできたものはもうしょうがないです、うん、私だってしょうがないと思います、うん、だけど同じしょうがないでもどうするかですよね、うん、しょうがないからここはオスプレイのパッドにするというふうな人、うん、これは一方の候補者がそう言ってますけど、はい、でも彼がねまあなるほどなという一理あるなって感じもしますけど、いつもその時その時で方便で主張を変えていくのね、もう自民党になったり反自公と言ったり、今回はまた、どっちからも相手されないのでどっちからも票が取れるようにどっちからも票が取れるように保守分裂と言ったら保守から怒られるので革新も分裂させながら票を割らして立ち上がる、こういう戦略でしょう。でも県民はねよく分かってるんですよ、そういうその沖縄の有権者目が肥えてるので、そういうふうな
なんていうんだろう、上っ面の方便のような政策には全然浮かれない、うん、で下地教がこれからやってきたと思えば、まあ、必要だなという感じ、だからどうってことはないと思うんですけど、ただ私怖いのは彼やっぱり結構権力と通じているんですよね、特にアメリカ側と通じているような感じにして、もしかしたら本当にそのこの浅瀬がアスファルトされてオスプレイが離発着をしてこの北部訓練所伊江島そして東村高江というふうにオスプレイが飛び交う、そういうふうな訓練基地になってしまうんではないかという恐れはします。おそらくとこの間知事選出馬の表明はワシントンからやってますから、はい、おそらくワシントンのそれなりの人間と会って私はこういう考えしてると、ぜひ支持してくれというふうにアメリカともなんとかやりとしてると思うんですよね。そういう意味では彼が持っている政治力というのは少し侮れないので、心配しながら見てますけど、知事選挙そのものには影響ないと思います。そんな馬鹿げた政策に乗っかって密教支持というふうにはいかんと思います、まあ、そういう意味ではですね、あるいは知事選挙ではどう考えても10万人満たない、8年前の選挙も出てですね、その時7万票取ってます。おそらくそれが精一杯でしょう。10万弱の票が精一杯だと思うんですけど、うん、今回は私たちにもウィングを広げて、いうところの革新票も取ろうという話、うん、だけど、まあ、やってもね、知事選挙にしようとするために35万票取られてますよ。35万の票を取るためにはそれじゃちょっと届きません、うん、まあ、ぜひそういうことを、まあ、状況を見ながら、やっぱり形としては佐喜眞さんとの一騎打ちでしょう、うん、そこに今我々も本腰を入れて、うん、佐喜眞との一騎打ちだという思いをしながらですね、選挙戦を取り組んでいきたいと、まあ、いうふうに思います、うん、日本政府はその諦めさせよう、もうしょうがないんだって思わせようっていうことを、まあ、沖縄に対して、ずっといろいろやってきてるわけですけど、それに対してはどう対抗し、もう声を上げ続けるしかないっていう、それは当然声を上げる、うん、私は力があるわけじゃないから、うん、抵抗し続けるしかないんですけど、はい、私は一方で沖縄を戦場にさせないという市民団体も立ち上げて、うん、ノーモア沖縄戦、ぬちど宝の会を立ち上げて、その与那国から始まる南西諸島有事、うん、南西諸島有事というのは沖縄戦はやむを得ないという政府の論理ですね、うん、そういうふうな馬鹿げた沖縄戦を自ら弱気させるようなものの言い方をする政府に、抗議をしています。だからここはその沖縄の島々にミサイル基地ができて後の司令部になるんですよ。辺野古新基地、オスプレイはやってくる、自衛隊基地はできる、そして沖縄本島にもミサイル基地ができる、ここが新しい新基地が自衛隊が入ってくる、水陸機動団の第三師団というのはここに来るんです。だからあれは言ってみれば海兵隊版、日本版の海兵隊ですから、そういう部隊ができたらここはもう対中国戦争の司令部になる。だから私たちは諦めようがないんですよ。ほったかしたら国基地ができて、ここがもう中国戦争の最前線になる。そういうことを絶対許さないという意味で、ね、ここは単に辺野古の基地を作らせないというだけじゃなくて、沖縄が再び地獄のような戦争に陥らないため、どうしてもここで私たちは踏ん張らったんだ、そして島々の人たちと連携をしながら各島々が戦場の島にされるような、具体的に言えばミサイル基地にされるようなことは止めようぜと、止めようという話をね、今仲間たちでやってるんです。だからそのことをね、沖縄現地はその人々が本当に歯を食いしばって頑張ってるから、ぜひカメラを映像をご覧の全国の皆さん、沖縄に力を貸してほしい。単にヘルコが大変だから応援するじゃなくて、再び77年前の戦場が来そうなんです。そのことを止めるためにまで必死になった。で、そのことを平気で沖縄だったら2回も3回も戦場に差し出しても構わないという、その恥知らずの日本政府がいるわけで、でその日本政府をやっぱり
追い詰めんと、これは私たちは無理なので、ぜひ全国力で今の自民党のその米国追随の戦争やアメリカ追随の政府の政策を改めて、やっぱり前のようなね、10年ほど前の自民党のような、せめて専守防衛、外国には戦争行かない、軍隊は外に出さない、そういうその抑制的な国家であってほしい。今はもう歯止めのかからない、歯止めのかからない戦争国家となって、アメリカと一緒だって地の果てまで、地球の裏側まで行って戦争するということを平気で言うような国家です。台湾有事が起きたら沖縄が戦場になるということを平気で言う国家です。そのことをね、やっぱり改めるためにも全国の力がやっぱり必要です。そのことをね、私はまあ原爆が訴えていますが、ぜひあのアピールしてください。よろしくお願いします、はい。